明石のお祭りで DJ をやることになったんですけども、車の中で阪神の試合を聞きながらポケーっとしてたら、ふっとこう目を開けたら、あそこに城があるよ。すごくね。ちょっと見る。城でしょ、城。え、明石城。すげえ。ちょっとなんかすごいっす。明石城ちょっとだけライトアップされてるな。すげえ。こんな近くでお城見るの初やな。あー、どうも。ブーボーさん、写真いいよ。いいですか。いいよ。皆さん盛り上がっております。さて、現場到着、楽屋です。イエーイ。いろいろね、買ってくれたんですけどね。お弁当もありますしね。なんかね、なんかいろいろあるんで、出番後にちょっとまたグルメレポートしたいと思います。さあ、ゆっくり涼しくなってきたってことで、明石のディパーチャーズ。姿を見せたままの写真立ての家に帰ってまいりました。アイリには可愛い。何それ。ポンダモーホ。ポンダモーホ、フランス語でポンダモーホもらってきました。僕はなんだこれ、すんごいのが、すんごいのが来ました。いただきます。これはなんだ。わからん。何なのかわからん。これは何だ。わからん。次行ってみよう。次は黄金の鳥から行ってみます。うん、これはうまい。これ間違いなくおいしい。鳥の唐揚げは普通丸いんだけど、これ細長い。
うん、うまい。間違いない。さっきのはわからん。なんだろう、さっきの。なんだろう、これ。これは何？何なの？わからん。何なんだ。何だ。次行ってみよう。次もまた冒険やな。これなんだ。なんだ。中にご飯入ってるよ。ご飯をお肉で巻いたんやな。うん、まあアイディアやな。もうなんかソースに、もうちょっとこうなんかソースにつけたかったな。まあソース次第やな。次行ってみよう。たこ焼き行ってみます。じゃん。うん、たこでけ。さすが明石やな。うまい。うん、最高やん。そして次行ってみよう。次は、ん、次なんか明石焼きやん、次。ん、ちょっとこれ楽しみ、ちょっと開けてみんな。じゃん。あ、ここ出汁が、出汁がここにいる。うちのキッチンで食べてます。行ってみます。うまいわ。おいしい、おいしい、おいしい、超おいしい。おいしい。うん、とてもおいしいです。というわけで、今気がついたんだけど家にビールがない。ビールも持ってくれよかった。というわけでまたね。じゃあね、バイバーイ。